皆さんこんにちは、ゆうです。11月に入りましたね。今月は開運日が多いと言われているので、新しいことにねチャレンジしてみたり、一日一日を丁寧に過ごしてもらえるといいなと思います。私はパートをしながら中高生を育てている42歳です。備えて暮らすことやシンプルライフについて発信しています。ざっくりね食品を紹介すると、備蓄米だったり缶詰もねいっぱい備蓄しています。他に主食だったらお餅、パスタ、そうめん、お蕎麦なのですね。今年の初めから家庭菜園もねしています。全くのね初心者ですが、このラディッシュもとっても美味しかったですよ。備えて暮らしながらね、体のこともお金のことも考えて最近していることがあります。それは何かというと、買い物をするときに5つの工夫をしています。1つ目は買い物リストを作っていること。2つ目は節約食材を買うようにしています。例えばお野菜ですね、キャベツや大根、白菜や玉ねぎなどね、かさが大きくてたっぷり食べられる野菜を選んでいます。またタンパク質なら豆腐や納豆を多めに購入したり、鶏むね肉を大容量パックで買ったりしています。3つ目にしていることはまとめ買いですね。回数を減らして無駄なものをね買わないように気をつけています。4つ目は嗜好品や加工品の見直しですね。ベーコンやウインナー、ミートボールや冷凍食品などね、お弁当のために買っていたんですけど、やめると体にもいいし、その分ねお魚を購入したりしています。5つ目は腹8分目にするっていうことです。感覚としては脳を満足させる感じですね。慣れると満足できますよ。これにはねダイエット効果もありますし、寿命が伸びるので健康にもいいです。備えて暮らす私が体やお金のことを考えて最近していること5つでした。何かね一つでも参考にしてもらえると嬉しいです。それではまたね。